はい、スーパー G チャンネルを見ていただいている皆さん、今日も Q&A に答えていきたいと思います。ジックスのスクートライダーの岡番隆です。今日はドバイからスノースクートライダーのラシット君にお越しいただいています。ラシット、アサラームアレイコン。アレイコンサラームアレイコンアバラキャテ。はい、というわけでラシットの質問をお聞かせください。 Please question me. OK. أول سؤال عندي لكم هو إذا في مبتدئ بيجرب رياضة السنو سكوت في الباودر، شو أفضل فريم اللي الواحد يقدر يستعمله؟ なるほど。パウダーライディングには、まあ、どんなフレームとかどんなボードが向いているかっていう質問ですね。わかりました。ではお答えしていきたいと思います。というわけでラシットはこのボードを使ってるのかな、普段インドバイ。はい、OK。 はい、というわけでラシット君は普段スキードバイでね滑ってるんですけども、多分聞いた話だと G1 ボードを使ってるそうです。で、まあどんなボードがパウダーに向いてるかっていうところなんですけども、はい、というわけでパウダーに向いてるボードということで、これとても小さいですよね。小さいボードで、もちろんその昔はですね、パウダーボードが出る前っていうのが、僕もねこういうボード、小さいボードで一生懸命パウダーライディングしてました。で、こういう小さいボードでライディングするときは滑走スピードがすごい重要になってきます。あとはもちろんポジションも大事なんですけども、乗り方としてはね、すごいバランスを取ることに気を使ってしまって、やっぱなかなか楽しめなかったっていうことがありました。で、今現在はこれがね、僕がやっぱ長年乗ってる G2 ボードになるんですけども、フロントボード、ちょっと今フロントボードって用意したんですけども、このようにジクジャパンではパウダーに適しているボードのラインナップ、もちろんリアボードがあるんですけども3つあります。1つはパウダーボードの代表格 P1 ボード、これ今フロントボードだけですね。面積が一番大きいボードで浮力が圧倒的にあります。で、こちら AP2 ボード、こちらも出てね数年経ちますけども、P1 ボードほど大きくないんですけども、リアボードとの組み合わせで多分ねこれすごい使ってる方多いんじゃないかなと思います。すごいね乗りやすくて、ゲレンデからパウダーまでカバーできるスポートになっています。で、こちらフットカラーが綺麗なんですけども、これが新しく出た GT1 ボード、僕が設計したモデルになります。で、このようにジックジャパンのスノースクート用ボード、この3種類ほどすごいパウダーに適したボードがあります。で、まあ、正直言ってしまうとですね、パウダーはボードに頼る、これが一番間違いございません。なのでパウダーの場合はラシットもこの3種類の中から選ぶことが一番楽しく滑れる秘訣だと思います。パウダーを楽しむためにはボードにお金を使ってください。で、パウダーライディングに適したフレームはという質問だったんですけれども、僕はねボードをパウダーボードであれば、フレームはね自分の好きなフレームを使っていいんじゃないかなと思ってます。まあ、僕はちょっとねその自分のモデル G70 フレームっていうのを使ってますけども、全然その 1D のフレームでもパウダーボードさえ履けば全然そのパウダー用のスノースクートになりますし、他のモデルでもね軽さのあるフレームにパウダーボードをつけることによって、もっともっとねそのボードの浮力を活かせたりとか、軽いライディング、軽い操作性のライディングができますので、フレームは適正の今自分が使ってらっしゃるフレームで全然構わないと思います。どうですかラシット、なんとなく分かりました？はい、全部分かりました。完璧。ありがとうございます。よろしく、はい、というわけで今日はドバイから来ているラシット君の質問にお答えしました。ではまた。